皆さん、こんにちは。一週間のご無沙汰です。うまくちです。毎日ね、暑い日が続きます。夏バテとかしてませんか？私はね、このチリトマトヌードル、これね、今僕一押しなんです。これでね、この夏を乗り切ろうと思ってます。ぜひね、皆さんお試しください。これすごく美味しいです。まあ、これ置いておいて。今日はですね、函館二歳ステークスが土曜日にありますね。それと函館記念、両方ね、函館の住所2つ、予想していきます。まずはね、函館二歳ステークスの方から、そうしましょうか。早速じゃじゃんこうなります。馬タンでもう3点、もう絞りに絞って3点で、軸が東証ピストですね。これ多分ね、デビュー戦をね、軽くね、買ってきたんでね、先行して粘るんじゃないですかね。もう一番人気かもしれませんね。こいつを軸で。で、誠脱走とマイネルエスパス。こっちは、逃げ馬ですね。だから、逃げ残ってくれればいいかなというところと、あと穴でクールホタル、これ牝馬なんですけどね、こいつも先行馬で、夏場ね、牝馬強いって言われてますんで、どうでしょうか。まあこれね、函館2歳ステークスするのはね、デビュー戦をね、と2勝利を勝ち上がってきたね馬たちが揃って、まあ1戦ないしは2戦ぐらいしかしてへん馬たちがね、集まってきてるので、なかなかこれ難しいと思います。ね。まあ、そういうことで、これは土曜日にね、発送しますんで、土曜日、当たるといいんですが。そういうことで、皆さん、また、来週。